8連勝&9連敗、この阪神&DE ファンの反応。何気に40勝も50勝も一番乗りなんよね。苦手のジャクソン攻略しての勝利はでかいわ。これで勝ち越しのお声やな。山本とかお声とか阪神相手に100発100中なのが異常すぎる。これ何とかせんと優勝争いなんか続けられんぞ。ルーキーの顔が疲れとるな。何とか休ませてあげたい。夏に毎年失速しすぎ。楽天に13連勝してた今井が2連敗だってさ。暗黒状態だと何が起きてもおかしくないし、東も中日に負けるかもしれんね。さすがにそろそろ優勝へ黄色信号灯るかもな。ベイスターズ明日にも自力優勝消滅。切り式コントロールえぐいよな。普通あんなシーンで登板したら挨拶代わりの支給出すわ。4-4だった山本ベンチで助かった。切り式ってええ子そうで可愛いよな。まあ阪神の選手みんなええ子やけど。バハムート切り式。巨人の連敗も横浜のせいで目立たないな。9連敗したけど優勝したチームは2015年のヤクルト。明日大竹で明後日西ならどちらかは少なくとも勝つやろ。うまくいけば後半戦負けなし続くな。切り式はスペードのエースというより切り札のジョーカーやな。広島勝ったのか、残念。とりあえず最低限はクリアやから、あと一ついけたら最高やな。あんまり連勝が続くのも反動が怖いな。開幕から8連勝か。虎が強すぎて申し訳ない。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。